さあ、本日の決勝レース最後のレースとなります。スプリング GTX 2022の決勝エイベント。決勝じゃないからね。72名の頂点を目指します。決勝エイベントがこれでスタートです。それでは上位5名の選手ご紹介をさせていただきます。まず5番ピットは和歌山信也選手。4番ピットチームチキコン松田文信選手。3番ピットガレージM須田健一選手。2番ピットチームシャープレーシング南祐希選手。さあ、まずは優勝に一番近いゴールポジションを取ったのは山下大輔選手。さあ、この5名を中心に安江選手、山下選手、米澤選手、南郷選手、チーム選手と全員集団で争ってまいります。それではツーリング GTX 決勝 A メイン、こちら4分間のレースとなってまいります。それでは参ります。ドライバー本田斗。危ない。さあ、やはり決勝エイベン鈴木成田と、まずはコンポーション前回1番の山下選手がトップ。こちらホワイトにブラックのヤリスダブル C。 さあ、2番手には前回2番の南選手と、3番手前回3番の須田選手が2番手南選手にチャージする。さあ、南選手の足はホワイトブラックイエローのカラーリング。こちらはダブル C ですね。ダブル XSTI。その後ろ、マスタング、ホワイトのカラーリングマシンが出てくるのは、1番、2番、3番、4番、7番といって、8番、6番、9番、10番、5番といって以来。さあ、僕たちは現在、コース中央、ホワイトのヤケスがトップ、7番と時計、1番の山下選手、トップを引かしてきた。さあ、ここで時計3番の須田選手が2番で入場。さあ、トップの差は 0.6 秒差。その後ろ、ホワイト、ブルーのカラーリング、時計4番の松田選手、ここも
捕まってしまうと勝負が遠くなってくる。時間の方が残り30秒。さあ突破し、ゼッケン4番のチキモン・マッカ選手、現在トップをキープ。残り時間はあと25秒。さあ間2台挟んでゼッケン1番の山下選手を追いかけるが、時間の方が残り15秒となってくる。さあ突破シーンは現在ホームプレートを通過していく。残り時間10秒を切る。さあもう一瞬もしかして入ってくるか。さあ時間はここで4分だけか。さあゼッケン4番の松田選手はウィングラウン。さあ2番、1番の山下選手は2番の方になって、最終コーナー駆け上がってゼッケン4番松田選手決勝へ連勝、おめでとうございます。笑って、はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、優勝松田さん、2位山下君、3位も山下君、4位僕でした。お疲れ様でした。